フェンダー・ムスタング・ベースはフェンダーのエレクトリック・ベース。二つの派生機種、ミュージック・マスター・ベースとブロンコ・ベースも同じ形状のボディとネックを使用して製造された。1966年にショートスケールにピックアップのムスタングの相方として発表されたレオ・フェンダーがフェンダー社で最後にデザインしたエレクトリック・ベースである。30インチのショートスケールで一気の スプリットピックアップを装備。ボリュームとトーンは一つずつで、弦はスルーボディである。初期のプレシジョンベースやジャズベースと同様ミュート機構付きである。標準的な仕上げはレッドとホワイト。他のフェンダーギターと同様、1968年まではニトロセルロースラッカー仕上げだったが、以降はポリエステル仕上げになった。百六十九年には ギターとベースの両方にコンペティションモデルが登場。レッドボディに白のストライプ、レイクプラシッドブルーにライトブルーのストライプ等。後にはシンプルなブラックやサンバーストも選択可能になった。ラッカーの退色によりレアなサーフグリーンになったものもあるが、これはコンペティションブルーが黄色化したものである。1981年まで生産が続けられ、後に 日本製として再生産されている。ミュージックマスターベースは1960年代半ばに発表され、当初はスチューデントモデルと発売された。スプリットコイルではなくシングルコイルピックアップを搭載している。こちらもムスタングベースとほぼ同時期に製造終了した。スクワイアミュージックマスターベースは1997年に製造されたが、わずか1年後のみで、 製造終了となり、ブロンコベースにその座を譲った。1969年生を使用。ありがとうございます。